去年作った飾りを再利用して作るエコで時短な9月の壁面飾りです。そのまま使うだけでなく、ちょっとした工夫や新しいパーツを加えてレイアウトを変えるだけで、去年とは違った雰囲気の新しい壁面飾りに生まれ変わります。今回はこの十五夜お月さんのパーツを生かして作ります。取っておいたコスモスの裏にテグスをシールで貼ってつなぎます。大きな正方形の台紙に飾ってみましょう。コスモスを留めるのには黄色いシールを貼った画鋲を使います。テグスでつないでいるので、両端の花の真ん中を画鋲で留めるだけで、たくさんの花を一度に飾ることができます。長すぎたところは垂らしておき、後で調節します。花と花が少し重なるように下へ下へと貼っていきます。垂らしておいた花は収まりよく画鋲で留めます。残りの花も同じように下まで貼っていきます。空いているところにはつないでいない花を貼ります。お月様の位置を決め、お月見団子と花瓶を貼ります。花瓶は口の部分をしっかりと留めてください。そこに穂先を整えてしまっておいたススキを生けます。ススキの根元には折り紙で作った桔梗を生けます。今年のうさぎは折り紙で折ったものを使いました。コピー紙を手でちぎった雲も月にかかるように飾りました。花をテグスでつないでいるので、飾るのが断然早くできるようになっています。うさぎの向きを変え、右側にコスモスを多く飾るとまた違った感じになります。テグスでつないだコスモスはちょっと飾るのにも便利です。使えるものはできるだけ再利用して、また新しい壁面飾りとして生かしてください。